皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール北川講師の滝沢でございます。今回の動画も滝沢勝成の手癖その5ということで、僕自身の小ネタといいますか、その手癖みたいなのを紹介させていただこうかと思います。でも、いつもこのシリーズの中で僕はカッティングのフレーズをやることが多かったんですが、今回の動画ではちょっと珍しく。こんな感じでごっつく歪ませてやってみようかなと思いますので、興味がありましたらコピーをしてみてください。どっちかというと、フレーズというよりも、はったりこねたみたいな感じです。やってみます。こんなフレーズを弾きます。で、それは、こんな感じの、ペロ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 と早弾きっぽい感じの響きがするフレーズでございます。やってみましょう。ギターを持っていただいて一緒に練習をしていきましょう。とりあえず、小指の1弦7フレットからスタートでございます。そうすると、こんな C の音が鳴るはず。その次は人差し指で4フレットです。1弦の4フレット。で、その次は中指で2弦の5フレットに行きます。で、その後、また人差し指の1弦4フレットに戻ります。もう1回。1弦7フレット、1弦4フレット、2弦5フレット、1弦4フレット。この4つの音をひたすら繰り返していきます。7、4、5、4、7、5、4、5と。こんな感じです。で、これをひたすら繰り返すんですけれども、ピッキングにちょっぴりコツといいますか、なんかこう、tips といいますか、あります。小ネタが。7、4、5、4と、まあ、こうひたすら繰り返していくわけなんですが、最初の7フレットの音をアップピッキングで弾くように心がけてみてください。で、7フレットを弾いたら、これはプリングです。4フレットはプリングで行って、その後は5フレットの音はダウンですね。ダウン、ダウン。で、ここからまた1周。7フレットプリングして、5、4とダウンダウンで進んでいくという感じです。やってみましょう。まず 1弦の7フレットの音をアップピッキングで弾きます。で、その次、4フレットにプリングをして、中指と人差し指の5、4はダウンダウンでこう流れるように、デデン、デデンという感じで弾きます。で、デデンといったら、すぐにアップピッキングで7フレットを弾く。デデン、パーン、デデパーン、こんな感じです。このデデの後にパーンが遅れてしまうと、デデパーンって感じになってしまって、なんかすごいかっこ悪いので、デデパーンでやってみてください。デデパーンです、ポイントとしては。まあ、ここの部分がそのエコノミーピッキングといいますか、なんかこう、なんていうのかな、スイープピッキングみたいな言い方をするピッキングになっているんですけど、まあ、そんなことはどうでもよくて、まあ、ダウンダウンが連続するということですね。で、ダウンダウンをし終わったらアップピッキングが遅れてしまいがちなので、デデパーンじゃなくて、デデパーンっていけるように、心がけてやってみてくださいませ。やってみましょう。アップからスタートして、アップ、プリング、デー、デー、パーン、プリング、デー、デー、パーン、プリング、デー、デー、パーン、プリング、デー、デー、こんな感じです。で、なんとなくこの手順みたいなのが把握できてきたら、どんどん速くしてみてください。このデー、デー、パーンの時のパーンの小指の7フレットの音、ここにアップピッキングをしっかり持ってくるように意識をすると、タイミングが合いやすいかなと思います。デデポイポイポイ、こんな感じで、小指とアップピッキングをフンって意識して合わせると。そんな感じです。とりあえず1時間くらい、なんかこうね、ガーッと繰り返していただければ、なんとなくその手順といいますか、そういうのが分かってくるかと思いますので、とりあえずここのポジションだけで、慣れるまでひたすら繰り返してみてください。こんな感じです。で、これに慣れたら、ポジションを変えていきます。今、7、4、5、4といったので、ちょっとずれて、9、5、7、5という感じで弾いていきます。もう指使いとかピッキングとかは全く一緒です。9フレット、5フレット、7フレット、5フレット。で、もうすべてのその tips、コツなんかも全部一緒です。で、その後またポジションを変えていきます。次は11、7、9、7。で、その次は12、9、10、9。
その次は14、11、12、11。で、その次は16、12、14、12。で、その次、ここのところだけちょっと指使いが変わって、薬指から17、14、16、14。で、その後はまあチョーキングとかして終わりって感じでしょうか。もう一回いきます。7フレットから7、4、5、4。その次は9から9、5、7、5。その次は11フレットから11、7、9、7。で、その次は12、9、19。14、11、12、11。14、12、16、12、14、12。で、最後だけちょっと指使いが変わって、17、薬指で17、14、16、14。で、チョーキングで終わり。みたいな感じでございます。僕はとりあえず4つずつ、1、2、3、4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 って感じでやってきましたけれども、別に4回じゃなくても、8回でも、3回でも、2回でも、1回でもいいので、その辺は皆さんのその好みに合わせて、いろいろ調整をしていただければという感じでしょうか。1回ずつね、こう。あ、これはむずいか。みたいな感じでやっても面白いと思いますし、その辺は皆さんのさじ加減でいろいろ調整をして遊んでみてくださいませ。うまくいくと、なんか音がたくさん出て、なんかこう、うまい人風なハッタリが聞かせられると思いますので、よかったら習得をしてみてください。で、この応用になるんですけれども、別に僕が今回指定したポジションじゃなくても、どこでもこのピッキングのパターンって使えるんですよ。例えば、そうだな、Aマイナーペンタトニック。この中の音をいくつかピックアップして、このピッキングのパターンを応用してみると。例えば、予言の7フレットからスタートして、7、5、で、5弦の7フレット。そして、ここからダウン、ダウンといって、アップ、プリング、ダウン、ダウン、アップ、プリング、ダウン、ダウン。なんていう感じで弾いてみたり。3弦からも同じような感じで、3弦の7、5を4弦の7に似て、ここからダウン、ダウン。2弦も同じような感じで、8、5、7、5。で、ここからポジションを、スケールしている方だったらポジションを動かしていけば。みたいな感じで、どのフレーズに応用することができるので、ちょっとこのピッキングパターン覚えておいて損はないかな、なんていうふうに思う次第でございます。よかったらチャレンジをしてみてください。で、歪みが強すぎると、なんかこうノイズが目立ってしまって大変なので、とりあえずまあ、このね、歪みは全くなしで生音で。ある程度音がはっきり出るところまで練習してみると良いかなと思います。そんな感じです。で、ちょっとおまけの方まで行くとすると、チョーキングした後、ここから、音階を降りていきます。17、16、14。17、16、14。で、その次、3弦の方も16、14、13と降りていって、14、15。で、12フレットハーモニクスに行きます。で、1弦12フレットのハーモニクス。で、2弦7フレットのハーモニクス。1弦7フレットのハーモニクス。で、6弦0、5弦2フレットの E のパワーコードで終わるみたいな感じにやると、僕が冒頭でやったようなフレーズに出来上がるはずです。こんな感じです。まあ、ちょっとこのピッキングのパターンに慣れるまでが大変かもしれないですけれども、うまく習得できれば、なんか楽に音をたくさん出して、ハッタリっぽくすることができるので、ぜひ練習をしてみてくださいませ。そんな感じでしょうか。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。